距離だが土曜京都7区だ日曜東京4区安田記念は波さて今週なんですけどもつい先ほどまで土曜京都は見送り予定だったんですがちょっと気が変わってですね急遽京都へ行ってこようかなと思います。なのでちょっとすいません今回の講習はですね短めで失礼します。ちょっと手抜きというかねちょっと時間短縮で行きます。土曜京都は七倉ですね。で日曜日はちょっと明日帰りにどっかで更新をしたいと思うんですけどまあ多分ちょっと簡単になっちゃうかもしれないんですけどまあ四倉なんでね東京はで七倉で結構ね明日はね意外と勝ちそうな感じなんだよな結構複数勝ちがあるんじゃないかなと期待してるんですけど、まあ、2レースの名勝ヘールは各賞級ですね。前走は直線カンタ君が騎乗してミユキ騎手の馬にブロックされて外を回った分首差させるという結果だったんですけどあれもしレース動画を見られれば見てほしいんですけどもこれは絶対あれがなければ勝ってたレースだなという感じでまあ2着が連続して続いてるんですけどまあカンタ君の乗り方が評価されずにまあ乗り換わりになってしまったんですけどまあこういうパターンだとね武豊騎手は強いんでまあただ前売りの段階で20時の段階で 1.1 倍でしたね。まあこれはまあ 1.5 倍以内だったらちょっと買うのはパスしてまあ見るだけで応援しようかなと思ってます。3レースのマックスセレナーデもこれは武豊騎手3戦連続ですね。まあ3着が続いてるんですけど今回1008から1002へのこれはもう1008から1002に一気の距離短縮ですね。なのでまあちょっと全幅の信頼を受けないんですけどまあ一応ちょっと単幅少々抑えておこうかなと思いますね。で4レースのヤマニンスターダムこれは神戸新聞杯2着のヤマニンゼストの判定ですね。今回2戦目で武豊騎手は2回目ですね。前走は8着だったんですけども勝ち馬とコンマ4差なんでねそんな負けてないですよね。まあ人気にはそんなならないだろうしまあここもちょっと単勝と副勝を抑えておこうかなと思ってます。5レースの新馬戦は見るレースですね。まあマギームーンに騎乗しますね。スワーブリチャード3区武豊騎手が、シーウッドで1周迷い切りに騎乗してますね。4波論54秒9でラストが13秒1。まあでも多分川田騎手のダノンフェアレディが一番人気か、まあ、あとは湘南ザナドゥっていうのがどっちかですね。絆3区のどっちかが一番人気と2番人気になるんじゃないかなと思うんですけど、ダノンフェアレディは2年前の札幌2歳ステークスで3着に来たダイヤモンドハンズの判定ですね。ダイヤモンドハンズは2度の故障を克服して先週走ってましたね。まだ1勝馬ですけど、いずれ上のクラス、まあオープンぐらいまでやれるんじゃないかなと思うんですけどね。結構札幌2歳の時も、大外分回して結構伸びてきたんで、あ、強いなと思って見てたんですけど、その後骨折して、で、去年復活したと思ったらまた故障で、先週やっとまた出てきたっていうような感じなんで、まあダイヤモンドハンズも期待はしてるんですけどね。まあダノンフェアレディはちょっとそういう意味でもちょっと注目したいですね。まあ湘南ザヌドゥはセレクトセールで2億350万の絆3区ですね。母の父はプルピットですね。まあ調教の時計だけ見るとでもダノンフェアレディの方が優秀ですね。4波論で53秒フラットですね。まあちょっと新馬戦は馬券は買わずにちょっと競争を楽しみたいですね。で7レースアスターブジエと8レースのエバーシャドネーは 2レースとも点乗りなんですけど、まあ、ただなんか今年の武豊騎手、まあ、今年去年もそうですけどこういう点乗りの馬で結構勝ってるんで、まあ、切るに切れないかなとは思ってますね。まあ、単勝ちょっと買っとこうかなと思いますね。で最終、まあ、メインのナルゴ記念は騎乗しないんですけど、まあ、ナルゴ記念はボッケリーニを買おうかなと単勝買おうかなと思いますね。で最終のエコロアレスは、まあ、前走はあと少しでしたね。ここは単勝でまた狙いたいですね。まあ一応単幅でいこうかな。まあ追って次第で副賞も買おうかなと思いますね。ということで、まあ、ちょっと雑な編集になってしまったんですけども、ちょっと早めに京都へ行こうかなと。とりあえずまあ東京にすぐ帰ってこないといけないんで、編集は結構遅くまで3本動画を更新していったら、もう出たのが3時過ぎとかになって、
で、まあ、結構ヘロヘロになって京都に着いて、まあ、京都レース終わって、まあ、もう眠くてねしょうがなかったんで、まあ、ちょっと今回は余裕を持っていこうかなと思いますね。まあ明日も、先週同様現地動画をお届けできると思います。多分まあレース後15分から30分ぐらいで動画をアップできるんじゃないかなと思います。多分明日は空いてるから割と、まあ、日曜日はちょっと何とも言えないんですけど、まあ、土曜日は割とコンスタントに上げられるんじゃないかなと。まあウィナーズサークルとかもね多分取れるんじゃないかなと思うんで、まあよかったらチェックしてみてください。それでやっていきます。